皆さんこんにちは。福岡市の高島でございます。2020アビスパ福岡新年感謝の集いを迎えるにあたりまして、市民を代表して一言ご挨拶を申し上げたいと存じます。いよいよ1ヶ月後、およそ1ヶ月後には、5年ぶりとなります福岡ダービーということで、開幕をいたしまして、そしてホームでの開幕戦は3月1日となります。なんといっても今年はですね、クラブが創設をされてから25周年という節目の年でございます。そして、2020年オリパラの年ということで、非常に節目にもなるわけですけれども、この開幕をですね、どういう形で迎えるか、まずは今日これだけのたくさんの方が集まる中で新年感謝の集いが開かれているということに大変嬉しく思います。アビスパ福岡の喜び、そして悔しさ、歯がゆさなんていうのは、これはチームもそして市民も同じ気持ちであります。そういう点からするとね、去年の終わり方、非常に悔しいものが残った、そんなシーズンだったわけです。でそういう中でどうかな、思ったんですけれども、ただ、非常にですね、今年になって、明るいような話がたくさん私も聞くようになりました。まず、長谷部新監督、選手の皆さんとも今非常にいい雰囲気で練習ができているという話を関係者の皆さんからも非常に聞きますし、補強も非常に素晴らしくうまくいった、そんな話を聞いています。またフロントもですね、先ほど川森社長がアビスパ福岡、改革宣言ということにで、力強くお話をいただきました。最終戦で非常に厳しい声もあったわけですけれども、でもフォローするわけじゃないですけれども、本当に、川森社長になって、そしてアバマのグループが非常にこのアビスパ福岡応援をしていただくようになってから、スポンサーの数がものすごく増えたんです。そういう意味では非常に経営のその自力っていうのもね、非常に強くなってきたというふうに思っていて、これは大変私も感謝をしています。ただ今年改革宣言とおっしゃったように、非常にその経営という部分においても大きな改革をする、そういうつもりで新たなチャレンジをさらにどんどんしていって、経営基盤を強化していこう、こんなことを考えていることをお伺いをいたしました。いいムードの中で選手とそしてフロントと一体となって、ぜひ、やはり J2 で今年は優勝して、そして自動昇格というものを期待をしたいというふうに思います。スタジアム新しいの欲しいななんて思うんですけどもね。でもそれもこれもやっぱり、J1 行ってもらっていいぞってならんと言い出すわけいかんでしょう。ロープウェイみたいにならないようにですね、まずしっかりとアビスパに立っていただくのが大事でございます。ぜひ今年も、ファン、サポーター、そしてスポンサー、企業の皆様、AGA、講演会の皆様、そして福岡市行政と、ぜひですね、皆様一体となってアビスパ福岡盛り上げていきましょうね。本年もよろしくお願いします。頑張れアビスパ。高島市長、ありがとうございました。